蓮舫批判ばかりはマスコミの問題立憲民主党の蓮舫さんが予算委員会の質問がスキャンダルや批判だと偏って野党感を伝える新聞やメディアがあるが違う1人の質問には必ず専門性の高い質疑があるそこを報道せず都合よく批判質問を使うメディアの問題などと主張されてしまい批判が殺到してしまっております。 まあこちら真面目な質疑をマスコミが取り上げないというのはま与党ではなく与党も同じであり問題だと思いますがまあそのような質疑を取り上げるために自由の声では努力しておりますけども立憲民主党などのおかしな野党の皆様はマスコミ対策で報道してもらえるような質疑を行っておりますのでまあ偏った野党間ではなくて事実だと思われます。対する与党の議員は 真面目な質疑を行っており、まあ最初から最後まで、真面目に質疑をして、終わり。まあほとんど、テレビなどに、取り上げられることもございません。まあ政府与党の不祥事を、追求するな、とは言いませんが。絵になるように、ニュースバリューがあるように、芝居かかった質疑を行う必要は、ないのではないでしょうか。淡々と粛々と、必要な追及を行って終わりで、十分でございます。 芝居のような質疑を見せられた大半の国民は悪い印象を抱くものと思われ、その結果が支持率に結びついているものと思われますので、国民の皆様が、有権者の皆様が、まあ、国会議員も真面目に仕事をしているんだなと感じていただけるような質疑を目指していただくようにお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。